はい、こんばんは、森高弘です。今日もですね、たくさんの質問に答えていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。大学でも水泳を続けたいと思うのですが、今までよりタイムが早く泳ぐためには陸上トレーニングを含めてどんなことをやればいいでしょうか。うん、どんなこと、どんなことって今何やってんだろう。まあなんかね、特別なことってないんですよね、正直。今の練習をより頑張らなきゃいけないってことです。だから大学で伸びるってことは、なんですかね、よくこういう質問多いんですよね。でも勉強と一緒です。難しくなればなるほど勉強量って増えるじゃないですか。まあ、僕は勉強しなかったんであんま偉そうなこと言えないんですけどと思うんですよ。例えばですね、僕推薦で高校入ったんですよね。推薦ってなったら、まあ、例えば論文とかっていうとこと、あと何かが、まあ、数学のね、これだけできればいいとかなんかあるわけですよね。で、まあ、ほぼ数学とかもう論文しかやってませんけど論文が必要だったわけです。ってなったら論文を書くための時間数ってあるじゃないですか。でも、ただ一般の人たちってのは、数学、英語、国語、社会、なんかね、5教科とか3教科とかありますよね。ってなった時に、僕と同じ勉強量を、例えばしたとしたら、多分合格しないんですよ。僕は卒論、論文だけでいいわけですから。ね。ってなった時に、やっぱり、求めるものが大きくなるってなると、大学までやるってことは、高校の時の練習より、上げないといけないし、タイムを上げたければ今よりも上げなきゃいけないんですよ。ってなった時にやっぱり練習量を上げることも大事だし、今練習をやってる質をもっと上げなきゃいけない。そして気持ちも切り替えていかなきゃいけない。例えばこれぐらいで良かったかなと思うのをもっと意識してね、頑張ろうっていう気持ちを持つことも大事だし、目標をより高くすることも大事なので、で例えば今までね、動画とかを見てなければもっと見てね、自分でイメージして、あ、これやってみよう、あれやってみようっていう風に、やっぱりこう水泳に対しての勉強力っていうこともすごく大事かなと思うので、何をやればいいかってわけじゃないです。ただ自分がどういう意識で速くなりたいかっていうことが大事なので、そっちのね、気持ち面を上げていかないと、いくら大学で例えば今からね、じゃあ僕は筋トレを、まあそうですね、腕立て伏せを1000回やってください、したら早くなりますよって言っても、自分自身にその1000回やるという気持ちがなければ、1000回無理でしょってなるわけです。でもそういう意識、例えば絶対強くなるんだという気持ちがあればやるかもしれません。でもやらなくていいですよ。1000回とかやったらぶっ潰れるんでね。なのでそういうことじゃなくて、ただそういう気持ちで全てを上げていく、レベルを上げていくっていう風にしてあげるといいんじゃないかなと思いますので、大学になってもね、大学なんかめっちゃタイム伸びるんで、ぜひ頑張ってくださいね。